イケメンフォトへようこそ今回紹介するのは3月21日に会社設立を発表した滝沢秀明さんです。滝沢秀明さんは2018年12月31日深夜から1月1日にかけてジャニーズカウントダウンライブにてタッキー翼として歌唱しありがとうございました。23年間めちゃめちゃ楽しかったですという言葉を残してタレントを引退。 あとは、ジャニーズ事務所のスタッフとして、更新の指導に専念することを公表。組織のマネジメントと個人の業績による貢献の両方を担う、プレイングマネージャーという方法もあると、ジャニー北川には悟されたようだが、ジャニーズ事務所前社長の故ジャニー北川氏のもとで、プロデュース業に専念。ジャニー氏の死後は副社長に就任し、 20年には、スノーマンとストーンズを手掛けた。しかし、昨年10月に突然退社し、ファンの皆様も驚きました。そして、この退社にも様々な裏側が噂されていましたね。今回、滝沢秀明さんは、新会社設立発表の際、今後に関して色々考えた結果、僕はやはり、もう一度エンターテイメントの人生を歩もうと決意いたしました。 自分の覚悟と皆様の期待を背負い、新人募集をし、アーティストをプロデュースする会社を立ち上げました。と明かし、改めて、エンターテイメントの世界で走り出すことを、本日ご報告させていただきます。自分の言葉で感謝とご報告をしたかったので、スペースをしました。と話しました。続けて、滝沢さんは、夢は無るものではない、夢は叶えていくものだ。 新たな人生で僕と一緒に夢を現実にしてくださる方を募集しています。そして始まったばかりの僕たちを応援してくださる方もお待ちしております。この新しい時代を一緒に作りましょう。皆様、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。株式会社 2BE 代表取締役、滝沢秀明と語り、短い時間ですが、 ありがとうございました。滝沢秀明から新時代を共に歩む皆様へご報告でした。とコメントしました。滝沢秀明さんの新会社2 b e ではどのような方たちが発掘されるのでしょうね。そして設立にあたり、昨年11月にツイッターを開設すると、SNS 上ではかつての同僚である歌手で俳優、山下智久ら大将組とも連絡を取り合っているみたいですよ。 今年5月で事務所を退所する元 V6 の三宅健やキングプリンスの平野翔らも含めて退所組が退去して合流する可能性も指摘されています。それに関して芸能関係者は、いきなり昔の仲間が合流するのでなく、まずはプロデューサーとして一人でやっていくようです。ただ、もともと面倒見のいい人なので、何もしなくても人が集まってくるタイプ、と話しています。 脱退組はもちろんのこと、滝沢秀明プロデュースにてデビューし、今人気絶頂であるスノーマンはどうするのでしょう。今後も滝沢秀明さんの動向から目が離せませんね。また今回紹介した滝沢秀明さんの YouTube、インスタ、ツイッターなどは概要欄に貼ってますので、ぜひ見てください。このチャンネルでは、アイドル、俳優、 アーティストなどを様々な形で紹介します。ご視聴ありがとうございます。いいねとチャンネル登録お願いします。次の動画もお楽しみに。